バスケットボール B3 の鹿児島レブナイズは、昨日ホーム戦で勝利し、レギュラーシーズン8以上が出場するプレーオフ進出を決めました。昨夜、鹿児島レブナイズはホームで豊田合成スコーピオンズと対戦しました。黒のユニフォームのレブナイズはテンポよくパスを回す速い攻撃でリードを広げていきます。アンソニー・ゲインズ・ジュニアのアリウープも飛び出すなど、攻守にわたり相手を上回った鹿児島レブナイズは99-86で勝利。リーグ戦8位以上が確定し、プレーオフ進出を決めました。レブナイズは今日午後1時からも豊田合成スコーピオンズと対戦します。